高校野球秋季東海大会常盤大菊川5の4四嶋館準決勝26日草薙常葉大菊川静岡1位が嶋嶋館愛知1位を5対4の逆転でどけた打線が12安打で5点を奪い先発のエース大村紘輝投手2年も4失点完投立花吉空力主将2年 ラッシュ力2人を欠きながらもチーム一丸で決勝に進出し、23年春以来の甲子園となる来春選抜出場を決定的とした。決勝は27日に草薙球場で行われ、大垣日大、岐阜1位と戦う。常波大菊川が2年ぶりの聖地につながる道を切り開いた。1点リードの最終回、エース大村が満塁のピンチをしのぎ、 愛知王者との接戦を制した抱き合い喜ぶナイン、石岡良也監督、35も、昨日いろいろありすぎて、選手たちがよくやったと思う、とかみしめた。出場枠3の東海地区で決勝進出。来春選抜に限りなく近づいた。前日25日、体調不良で橘木首相の欠場が決まった。精神的支柱としてだけでなく、 県大会からの打率は驚異の6割5分4厘。打順1番のリードオフマンとしてもチームを引っ張ってきた絶対的存在だった。それでも指揮官は全員でカバーすれば。